どうも、はじめです。 Day 7、 1週間経ちましたね。本日はですね、例のあのシークレットポイントとしておきましょう。あんまりね、なんか波がいいとこでこうメディアに出すとなんかいろんなね、ことを言われる可能性があるので、コブラベイと名付けましょう。今日は風もなく、スウェルも当たり、サイズはまあそこまでは大きくないけど、最高の波がと出会えるのかなと思います。というわけで、今日も頑張っていきましょう。でチームを無事に検問突破と、対策いいっすね。こっち停止していればいいでしょうか。あ、もう大丈夫です。ありがとうございます。どうしてきたのに。もっと波がなくなった。もしかしたら向こうのビーチにね。そうそう。でももう固めちゃうと動けなくなっちゃうな。そうですね。まあ、前回来た、まあ、コブラベイという何にしておきましょう。そこに到着しました。で実際、まあ、波がないです。皆さんもちょっとテンションが下がっている状態ですね。ただね。もうちょっと潮が上がってきて波が大きくなることを祈りつつ朝食といった感じですね。まあ、ここからねちょっと離れたところに、まあ、消灯のポイントもあるみたいなので、あのこの前地元の人に聞いたら、まあ、そっちを見てみてどうかなと、入れるんじゃないかなといった感じです。実際この前ね、あのそのまた向こう側にもポイントあって、そこに行った時、ちょっとでかすぎてダメだなみたいな。こっちはまあそんなだったけど、向こうはなんかめちゃめちゃグリグリチューブ巻いてるとこもあったんで、そっちもね期待しつつ、今日頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと朝食ですか。そうですね。とりあえず朝食を作っていく。見てください。はい。絶対余るかと思ってコーヒー、まさかの、もうなんと半分を切りました。意外と活躍してます。あんだけ不評だったのに、ちゃんとコーヒーが大変だった。大変、余るはない。あ、ペーパーある。でも今日はあるある。今日贅沢ができるんです。引きましょう。波が、豆がない。豆ありますよ。え、あるあるある。お土産と思わしきスーパーで昨日お豆を。マジっすか。僕のじゃないですけど。どちらさん行きましょうよ。引いちゃいますか。はい、ちょっととりあえずこれ飲むけど。とりあえずね。あと、はい、今日はミルクが空いたんで、ちょっとミルクでも入れていこうかと。ラテいいですね。どうですか。ラテじゃない。ラテにします。俺の方かな。俺の方です。俺の方だね。メキシコトリップ初の、オレじゃないですか。だかオレだかカフェだか。いただきます。はい、お願いします。うめ、うめんディですね。照れかわしちゃってました。照れがやっぱりね。振り切ってほしいね、やっぱね。振り切る、うん、僕そこら辺まだ YouTube の免疫がついてないもんで、あのご指導の方よろしくお願いいたします。ついに豆を手に入れました。久志くんが買ってきてくれた3セントなわけないです。30セント。どうですか、ちょっとコーヒーの達人のジェイさん、匂いどうですか。死んでます。豆が死んでますね。間違いない。息してない。息してない感じが。
ちゃんとこう、ね、プクプクとなれば生きてる証拠ですよ。あ、この入れドリップしたドリップというかお湯入れた時にそれがある、はい、酸化してますよ、だいぶ。難しい、これ。ここで1分ちょっと蒸していきたいと思います。あ、でも息してるんじゃないですか。してないです。してない、してない、全くしてない。プクプクしてますよ。してない、もう泥みたい。確かに待つ必要がなさそうなんで、もう行っちゃいます。なるべくこうフィルターの外にはこぼれないようにしないといけないですよ。あ、でも息吹き返したんじゃないですか。どうですか、死んでます。でも数匹生きてるかもしれないです。数匹、かなりビターな感じになりそうです。ビターというのはかなり深入りのような感じがします。もうフィルターが使っちゃう。じゃあこっちに移しましょう。移したからといって同じ状態は保てるわけじゃないので。なるほど、はい、混ぜないといけないです、ね、最終的にまた。確かに確かに。この子の最悪な状態からちょっと引き上げてあげたんで、はい、そうそうですね、はい、技術で、はい、技で引き上げたんで、はい、まあ美味しく感じるとは思います。そうですね、はい、楽しみにしてます。一回死んでしまったのを、まあ、蘇生したみたいな。そうですよね、そういう手術を。じゃあこれでできました、はい、じゃあちょっとコーヒーの味だけ見てもらっていいですか。僕がやっていいですか。はい、はい、お願いします。どうですか。うん、いいんじゃないですか。お、深入り、めっちゃ深入り。ああ、うん、濃いめっすね、結構。でもなんかメキシコいるな。スーパーの匂いするね。わかる、言ってる意味わかります。なんかあのスーパーの匂いがする。ありがとうございます。でも美味しい、まあ、やっぱドリップは、うん、まあ、美味しいんです。何を作ってるんですか。お好み焼き。いいね、朝から渋いね。本日の朝食はパンケーキ。久しぶりに焼きて。ゆるいな。ゆるい。傾いてるからね、うん、結構ゆるいっすね、これ。粉入れていいかも。この方がいいと思う。あと、あれ、足に挟もうか。レベル傾いてる。あ、取ったの。一応いいかなと思いながら。なんかこっちはまた違う、黒いですね。すごいお好み焼きみたい、本当に。一回目はちょっとあれ、前の味がついてるから。それがキャンプの醍醐味ですよね。早くない、いけますよこれ多分。なんか焦げてたもんね、はい、あ、そうなんだ。ほら、おなんでそんななっちゃったんすか今。こいつ一番先じゃなかったでしたっけ。これ、あ、そう、これ一番先、うん、よっ。おこっち、こっち火加減いいね、こっち強い。返す位置、返す位置。じゃこれむずいんだって、これで返すの。いや、むずそうです。バターはあるっすよね。パンケーキいただきたいと思います。バターね、ちょっとこの形いただいいやつをいただきます。次どれ、これ。おお、あ、いい感じにこの鉄板に残ってた砂。うん、むしろやっぱり食感、テクスチャーがね、すごい新しい。焼けてるっすか。綺麗に焼けてます。あ、めちゃめちゃうまい。美味しいです。うん、はい、でもちょっと待った方がいいか、うん、すみません、これ一発いきません。何、もうちょいこれ片付けてある、うん、うん、おいしい。うめんでいい。照れちゃった。
何のためにこれを買ったか、ね、ここにまぶせばいけるんじゃないかと。バターを乗っけてね、いただきます。お、どうですか、甘みがある、味に深みが出るよ、これは。車がハマってるようです。嘘でしょ。Dozens of pelicans line up on the calm, gentle offshore wind. Warm sunlight from above. All the elements of face melt into the great ocean. Thank you for watching.Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. 混ぜるんですね。そうですね。ちょっと二つに分けて。一回混ぜて。おーおこれ高さ出していきますね。フィリピンでこんなことやってたんですか。こうやって。なんでフィリピンで。